はい、本日は宇都宮のザ・クラシックからお伝えしてまいります。初心者に多いスライス、その改善方法を、お一つ教えていきます。ちょっと打ってみますね。アウトサイドから入って、フェースが開いていくと、右に曲がるスライスになっているんですけど、初心者に非常にこれが多いです。なぜ多いかというと、どうしても下にある球をバックスイング、相方いいんだけど上から直線的にこう入れたがるんですね。そうするとやっぱり外から入ってきてフェースが開けばスライス、またカメラが引っ掛けっていう球がすごい出やすくなります。クラブってなだらかにこう円を描いて上げてきます。だけどダウンスイングでどうしても上から打ちたいんで、直線的にではなく丸く上げていったら、ここも丸く入ってくればいい軌道を描いてくるんですけど、やっぱり当てたいんでね、どうしても上から打ちたがるっていうのが一つ原因になっています。で、よく少しこうインサイドから入れないとっていう話になってるんですけど、今日はテニスのラケットを使って、ちょっとドリルを教えていきます。見てください。この練習はですね、ジュニア子どもたちにものすごいこう遊びの感覚で動きを覚えさせるためにやっていくんですけど、ラケットでちょっと低めの球をこう打っていくんですね。その時に回しながら、上からじゃなくて回しながら今度低めの球を打っていきます。こんな感じ、回しながら低めの球を打っていきます。この動きをしていくと、上からじゃなくて少しこうインサイドから、しっかり肘も曲がったままためを作って、体もしっかりインサイドを入りながら打っていくって動きが自然と動いてきます。もう一回やってみますよ。少し回しながらこんな感じ。クラブでも同じイメージ、こんなに極端には回さないんですよ、実際はね。若干でいいから少し上げた軌道よりは内側から入ってもらえれば OK です。最初ちょっと極端に素振りしています。こんな素振り、回しながらさっきのラケットと同じ。実際打つ時も少しでいいんで、ほんの少し若干回すようなイメージで打ってあげると、インサイドから入れていくイメージがすごい湧いてきます。打ってますよ。ほんの少しのイメージで、こんな極端に連戦しちゃうともう全然当たらないですよ。この辺で球だったらいいけどね、奥行くと余計こう入ってくる。上げた軌道でほんの少し内側が入れる感じです。軌道も自然とインサイドから入ってきて、ドローがしやすい軌道で。もう一回打ってます。上から打とうとしない、少し若干回す感じでこう丸く入れてあげる。直線じゃないですよ、少しこう丸く入れてあげる、なだらかに入れる。インサイドが入ってきて、軽いドローがフェース面さえ開かずに少し軌道に対してかぶって入ってくれば必ずドローしていきます。ラケットを使ってね、動きを覚えながら、それをクラブ、ゴルフのクラブでも応用していって打つっていう練習をやってみてます。以上です。今回の動画が良いなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。今後このような動画をたくさんアップしていきますので、まだチャンネル登録をしてない方はよろしくお願いいたします。それから私たちはコメント欄に報告やリクエストを見ることを楽しみにしておりますので、ぜひ投稿していただけると嬉しいです。それではまた。